こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは高野豆腐と卵の煮物ですね。高野豆腐と卵の煮物、卵は3つか4つ入ってるのかな。高野豆腐が、1ケースというか 半個というのか入ってます。でウインナー、もやし炒め、もやしが 200g、 ウインナーが4本ですね。で、白菜、あ、白菜ちゃうわ、ほうれん草のおひたし、ほうれん草のもやしで、釜揚げうどん、レモンポン酢で食べる釜揚げうどん。今日は以上になります。昨日からウインナー、おとといからかな、ウインナー食べ始めてるので、ウインナーって業務スーパーのウインナーって鶏油の塊みたいな感じになってるんですよね。鶏肉と鶏アルバの塊なんで、結構太る素材なんですよ。だから一気に太ってきてる可能性がありますが、はい、その通りでしたね。最低 53.3kg から 54.5kg まで上がりましたね。 54.5kg、 昨日変えて 100g 上がってるのかな。体重 54.5kg、 体脂肪率 11.1、 体脂肪率が低いのがいいですね。基礎代謝1302、内臓脂肪レベルに、あ、内臓脂肪レベル減ってるのがいいですね。筋肉量46.0、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 54.5、 いい体重です。僕にとったらいい体重ですね。体脂肪率 11.1、 これもいい感じですね。一番いいのは内臓脂肪レベルが2ということですね。これがすごくいいです。もう一度食事の紹介です。高野豆腐と卵の煮物です。ウインナーともやしの炒め物です。ほうれん草のおひたしです。釜揚げうどん、レモンポン酢で食べる釜揚げうどんです。以上です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。